どうも、はい、杉田です。さあ今日は。じゃらりらり、じゃらりらりらり、じゃん。DIY Style 5。これね、いろいろ載ってるんですよ。あんま中見せらんないけど。なんかね、そうなんかネタみたいなのがね、そうそう、小ネタみたいな。です。です。でですね。ですよ。今からこうパラパラパラってやるんだよね。ストップのね、音が黙って開いたとこをやるという感じでやっていこうかなと思うんですが大丈夫か、まあねだってやるとこいっぱいあるし、うん、どうすんの、ペンモールペンとかだったら。モールペンそういうのないもん。え、あるよ。ないよ。オールペンじゃなくてルーフ塗るのスプレーの、うん、じゃあ今からやります。さあ、じゃあ出たページをやります。今からデンデレデンデンデンデレデンデンデン、じゃん。まあ、そういうとこじゃない、後付けのヒューズはとかだからダメですね、これ。はい。おお、これ何、これは何ですか。純正のままでも違い歴然、デッドニングで音が良くなるデーンらしいです。これ僕やっていくんですか。やってきます。今からじゃあ買ってこよう。買ってこよう。何を買えばいいのこれ。なんかこのこれあれじゃない、このなんかデッドニングキットみたいな、こんなこれ買えんじゃん。エーモーさんで出てるやつ、うん、これ買ってこよう。うん、今からちょっと買ってきます。じゃあ行こう。買ってきまーす。キキキキキキブロン。やっぱ買いに行くのめんどくさいな。エーモーのパワフルキット欲しいな。どっかに落ちてねえかな。うわ降ってきたよ。やっあう、うわ降ってきたよ。やった、これでつけられるぜ。つけていこう。つけてきまーす。ドア2倍分らしいです。運転席と助手席。いや、運転席とその後ろの。あ、そうか。後ろ、後ろにつけるやつか、これ。こっち側とこっち側ね。前と後ろですね。うん。違うわ。違うわ。こんな感じです。中身内容。精神シートが。バディ。精神安定剤。精神。アウターパネルの精神ポイント精神剤と防音テープとヘラとテスト CD。 イエーイ。また説明書も入ってる。でもさっきの本になんかやり方とか結構詳しく書いてあったんで、おお、読みながらちょっと、なのでこれちょっと見たんすよ、さっき説明書、うん、なんかすげえ端折ってて、なんかよく分かんなかったんですよね。なんか説明があんま不十分らしいですね、うん。まあ僕らは素人なんで全然わかんないですよ、どこ貼ったらいいかっていうの、うん、ガラス。やってきます。とりあえず外してください。そしたらですね、このね、透明なテープを、このね、透明なテープをビロビロンとね、移した方がいい、取っちゃいます。うん、一応オラオラとね、こんなもんいらねやっていう感じですね。あとこれ取んなきゃダメだ。うわちょうちょうパパッとね取っています。パパッとパパッとパパッと、ああもうこれ結構つくと取れないんで気をつけましょう。はい、取れる取れる、頭いい俺、なんか取れないやっぱり取れないじゃん。なんだし切るしかないんだ配線を。なんで配線切っちゃう、なんで配線切っちゃうんですか。やっほー切れたぜベイ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 。このブチルちゃんを全部取るんですよね。ブチル取ります。ブチルが嫌なんですよね。ブチブチ言わないで早くやる。パイテンペパイテン。なのでね、こういうピンク色の手袋をしましょう。はい、付属品のヘラーをヘラ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 ホヘラヘラホプシュヘラヘプシュ。やってきます。とりあえず取れということで。おおおおおおお、すごいねこのヘラ。あか、とりあえずね、とりあえずそのドビドビをいっぱい取ってください。ドビティッシュ取ってもらいます。水に流せるティッシュ。
すごいね、うん、ガムテープ過ごしじゃーん、ガムテープ、はい、これ何使うかというとですね、はい、これでねこうやって切ってこれを口につけます。はい、黙ってろってね。オッケー、うるせえわ、はい、俺はうるせえってか。そう、お前はうるせえから黙ってろじゃなくて、じゃなくてね、ブチェルクリーナーってのが売ってるんですけど、デーモンさん同じメーカーで高いんですよね、うん、結構1000いくらかするんだけど、うん、ガムテープでペタペタや簡単に取れるっていう話なんですよ。あの普通にティッシュとかで拭くとこうやって伸びてっちゃうだけなんですよ、まあ、ウエストとかね、うん、だけどこれをねペタ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 くっついて取れてくれるんですよ、綺麗。すごい、これほら、ね、めっちゃ綺麗に取れる。いい、ね、うん、まあ、最終的にはね、あのパーツクリーンで脱脂してきますけど、これは結構いいんじゃないですか、おすすめです。長いね、これ。しかもね、ブチルクリーナーよりかなり安価ですからね、これおすすめですよ。100均で売ってるしね。いや、100均で売ってますよ。ほらほらほら、ほらほら、すごいすごい、こんな感じに取れる、すごい。やこう、バッチリ取れてる。やばいね、これ。な、強力な布テープ的なのの方がもっと取れるかもしれない。かもしれない。これ取るのがめんどくさいんですよね、これ。うん。よし、取れた。グッタケー。はい、ダッシングベイベー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 。よし、ごみなさん、歌ってください。絶対取れません。スケベてかさ、下にアウターパネルに貼るシートです。これを切ってきます。でですね、これね、この図のように切ってきます。まあ、一番でかいのがスピーカーの裏ですね。まあ、チャカチャっと切ってきます。撮ってないのにハプニングしないでよ。カットできたよ。どっちにしろもう一枚かけるもんね。なんなんだよ。なんだし。これどっちがサメインなんだよ。はい、カットしました。あ、こんな感じでね、綺麗にカットしました、僕が。アウターのアウターの一番奥に貼る、一番最初に貼るシートです。ゴムっぽい、ちょっと硬いね、硬いやつです。こんな感じ、まあ、この大きいのスピーカーの後ろです、ね、でその前にちゃんとダッシングしてください。ダッシングベイビー、ダッシングベイビー、また来ましたよ。インチキアーティスト釣り貼るポイントとかってあるんですか？貼るポイントは特にあります。音をより吸着させるように。はい、洗顔終わりました。じゃあアウターパネルに今度これの精神シート黒を貼ってきます。これでっかいやつがスピーカーの裏ですね。裏ですね。あと大体7センチ7センチこれ切っていってもらって、1個ちょっと半端ででかくなるんで、この辺に貼る部分です。はい。今か貼っていきます。じゃんじゃん、テンション、じゃんじゃん。はい、で次にこの7センチ切ったやつを、この辺に4枚貼っていきます。
7センチ、はい、7センチ2枚目、この上ですね。はい、じゃあ3枚目、7センチ、隣です。あれさっき枚数合ってないか、合ってた、ありすぎたか。で最後のこのでかいのがここですね。うん、はい、残りここですね、はいはい、これも7センチです。で、この今アウターパネル用の制振シート黒の上にこの吸音スポンジをスピーカーの近くに貼ってください。で、これがスピーカーの真後ろに貼るタイプです。届くよね、今さらだけ。おい届く。じじい。筋をつけた方がいい。あの、筋、あれ違う違う違う。え横なら横、縦なら縦。そうじゃない。どういうこと。スリナムって知ってるか？知ってるよ、あの面白い動画出してる YouTuber だろ。 Yes! でもな、あいつらな、いつの更新でと決めてねえからさ、わかんないんだよ。そんな時登録ボタン押せばいいんだよ。なんでその登録ボタンって言うの？マイケル知らないのか？知らないよ。ここに出てるじゃないか。今すぐクリックして。ここ押せばいいのかい？ええ。わお！できたよ。Yeah!